にちは、GMS1 年のカンヌさんです。私は今年の夏休みに行った1ヶ月間の研修について話します。研修地はオーストラリアのパースというところです。研修内容は高校で日本語クラスのアシスタントをしました。研修期間は約1ヶ月です。研修に行ったきっかけは、私が通ってた日本の高校とここの高校が姉妹校で交流があったからです。費用は航空券が往復11万円で、あと交通費とホームステイ2カ所でやって、1カ所100ドルで、あとお小遣いとかです。でパースは西オーストラリアのこの下のところにあって、あのスワン川とキングスパークとかが有名で、あの赤いところがここです。平日のスケジュールは7時に起きて8時に出発して、8時半から3時までが学校で、夕方の5時に帰宅して7時に夕飯を食べて、8時にみんなでテレビ電話して、9時にシャワーを浴びて10時に寝る感じです。これがケントストリート高校です。グラウンドが結構広くて、あとカフェテリアとか、あとこれが私がいた日本語クラスです。で学校でのスケジュールです。8時半から、イヤー12年生のホームルームを担当しました。名前を点呼を呼んで確認して、9時2分前にみんな各自自分の一限の教室に移動します。で空きコマがちょくちょくあるんですけど、その時は誰かしら先生が休むので、その先生の代わりに監督をしたりします。あとあそこが授業内と授業外で行った仕事内容です。お昼休みは2回あって、11時から11時半と1時半から2時までが休み時間です。学年ごとの授業内容です。イヤーセブンは家族とかペットについて日本語で小さい冊子を作りました。8年生は天気について自分たちで文章を作って、パソコンでそれを録音して先生に送ります。で9年生は文法とか単語を始めます。で10年生から12年生はすごい結構割といっぱい喋れる子たちが集まってて、2年に1回ジャパンツアーっていうのがあるんですけど、それを狙ってる子たちです。で12年生は本当にもうペラペラ喋れて、最初15人いたんですけど、難しすぎて3人になりました。こうやって単語カードを作ったり、あと日本語の覚え方とかプリントとか、あと録音手伝ったりとかしました。現地での生活です。ホームステイ2軒やったんですけど、1軒目はジャパンツアーで日本に来た時に私がホストしたこの家です。でこの子の家はミャンマーからの移民で、お父さんとお母さんとお兄ちゃん2人とその彼女と一緒に住んでて、お兄ちゃんもう1人はシドニーにいて、あと弟はビザが取れなくてミャンマーに残ってます。で料理はミャンマー料理で、あと中華料理も食べました。あとおやつも毎日出してくれました。日本料理に結構似てる肉じゃがみたいなやつもありました。で2軒目は この子がホストシスターなんですけど、この子ミスオーストラリアのファイナリスト毎年やってるらしいです。で朝食は自由で自由に食べる感じで、昼食はこの子が用意してくれるんですけど、すごい薄くて硬いパンにキャットフードみたいな缶詰だけで、あと夕飯はお母さんが作ってくれるかデリバリーです。あとシャワーが外にあって、すごい冬だったので寒かったです。あと通学方法です。1軒目はほとんどホストファーザーが送ってくれて30分ぐらいで行けて、2軒目はバス、電車、電車、バス、バスを乗り換えまくって2時間ぐらいかかりました。
放課後は月曜日から木曜日はだいたいパース本当に何もないので、モールに行ってダラダラご飯食べたりとか遊ぶだけです。で金曜日はほぼアジア人限定でバドミントンパーティーがあって、それに呼ばれてたので毎週行ってました。で彼が私のバドミントンバディです。でスポーツフェスティバルが私が行ってた時に一回あって、でみんな頭の髪の毛を自分のチームの色にしたり仮装したりして、私それすごい楽しみにしてたんですけど、私のホストシスターとその友達がスポーツが大嫌いで、この日サボってこうやって観光に連れてってくれました。休日はロットネストアイランドっていう島に行きました。すごい小さい島で自転車を借りて2時間ぐらいで回れます。でクオッカっていうこの島にしかいない小さい動物がいるんですけど、すごい悪い菌を持っているので触ることはできません。シティもたくさん行きました。で日本語クラスの先生の立石ルース先生です。でその家族とも出かけました。で先生は3人子供がいて、1人長女が今日本に来て私がホストしています。で家では毎日テレビ電話を12年生と一緒にしてて、でこれは今でも続けてます。で英語を勉強したくて、でもいろんな理由で留学とかに行けない人とかにこの勉強法はおすすめです。英語勉強できます。日記を毎日書いてました。夜に自分の一日で印象に残ったことをピックアップして絵を描いて、で横のノートに細かいことを書いていく。文章は恥ずかしいので載せてないです。で日記を書くのは旅行とかこういう留学とか研修とかに行った時すごい大事なことだと思います。で研修を通じて学んだことは、日本語を話すじゃなくて教えることで日本語の難しさに気づきました。あと多民族国家で生きることです。バックグラウンドがすごい違う人たちをでもすごい受け入れて相手を尊重して生活していました。反省点は料理を手伝わなかったことです。なんか手伝おうとしたんですけど、いいよいいよって言われて手伝えなかったんですけど、でもミャンマー料理とか食べたことなかったし、材料も知らないし、あと一緒に料理することで直接相手の文化に触れることができるからです。とこの研修で多民族国家で生活して、自分とは何もかも違う人でも受け入れてお互いに尊重し合って生活するっていうことは日本でも大事なことだと思いました。日本人同士でも外国人同士でもお互いに尊重し合って生活できる社会を作りたいと思っています。これから研修に行く人たちへのメッセージは、どこの国に行くにも自分のアイデンティティや誇りをしっかり持って、かつ自分とは違う文化を受け入れるっていう姿勢で行ってください。また現地で会う外国人にとって、そのあなたは唯一、その人の人生で唯一出会う日本人かもしれないので、どんな時でもなんか国の代表として行動してほしいです。また行く前に現地の社会問題について調べておくこともおすすめします。最近オーストラリアで同性婚が認められたこと知ってますか？私が行った時はまだ合法じゃなくて、すごいたくさんデモが あって、で私は普段いつもLGBT のコミュニティの支援を元からしてたので、すごい刺激的でした。で最後にこの研修に関わってくれた全ての人にこの場を借りて感謝します。以上です。ご清聴ありがとうございました。